インディペンデントのステージ11。ボーンズの STF シリーズ。TV なきです。はい、ということで今回はニューセットアップの紹介ということでやっていきたいと思います。ということで今回なんですけど、デッキはボガスケートボードのボガのデッキになります。8インチのデッキで緩めのねシェイプで、乗りやすいシェイプになってます。ショップのリンク下に貼ってあるんで、よかったらチェックしてみてください。今回なんですけど、ウィールとトラック新しく買い替えて、デッキにステッカー貼ってますけど、ボーンズですね、ウィールボーンズの STF V2 53mm 買いました。価格が5000円前後になります。でなんで今までスピットファイヤーのフォーミュラー4、僕ね愛好家なんですよ、スピットファイヤーフォーミュラー4のなんですけど、なんでボーンズ買ったかっていうと、特に理由はないです。ただ久々にちょっと他のメーカー使ってみたいなっていう風に思って、買っただけで、以前にボーンズの STF の V1 使ったことがあって、その V1 っていうのがこの V2 もスリムなウィールなんですけど、 V1 もっとスリムなウィールで接地面ほぼほぼないというか、ないわけはないんですけど、もう接地面がめっちゃ狭いウィールで半端なくドライブ入るウィールなんですよね。 V1 っていうのが多分ウィールの中で一番ドライブ入るウィールは STF の V1 だと思います。もうどれぐらいドライブ入りやすいかっていうと、180のターンするぐらいの気持ちでキャバレリアル回してしまう、そんな感じのねウィールで、めちゃくちゃドライブ入りやすいウィールなんですけど、V1 の決定的な欠点っていうのが、圧倒的メリットであるそのドライブのかけやすさっていうのが裏返すと圧倒的なデメリットになってしまうという、グリップが全然ないんです。なんでもうまっすぐ滑る分には当たり前ですけど問題ないんですよ。ただちょっと細かいターンとかしたいっていう時にグリップしてほしいのにすっぽ抜けてしまってこけてしまうみたいな、そういったことが起こってしまう。それが V1 っていうウィールの特徴。アスファルトでそういった現象が起こってしまうぐらいなんで、結構パークのコンクリの路面とかストリートの石の路面とか、もっと言えば木製のね路面とか、木製の路面とかになってくると、もうまっすぐ滑るだけでも結構気使わないといけないぐらいの、そういったウィールなんで、 V1 よりかは接地面の多い V2 っていうウィールを選びました。スピットファイヤーのフォーミュラー4の前回使ってたタブレットとシェイプが似てて、結構長方形寄りな、シェイプになってて、このシェイプのいいところっていうのがカーブトリックやりやすい、トリックをかけた時にウィールロックしやすくなってる、そういったシェイプになってて、結構カーブトリックやりやすいんで、最近カーブトリックの練習ばっかりやってるんでちょうどいいかなと思って、STF の V2 買いました。あとこのボーンズの STF シリーズとスピットファイヤーのフォーミュラー4、2つ言えることなんですけど、この2シリーズのもう最大のメリットっていうのがパンクしづらいんですよ。もうほんまにパンクしづらいウィールで、この STF が今までに1回使ってあって、スピットファイヤーのフォーミュラー4 4回使ってあるんですけど、もう両方ともパンクゼロです。そんな感じで、もちろん 100% パンクしないウィールっていうのはないんで、パンクするときはするとは思うんですけど、もうほんまにパンクしづらいウィールっていうのがこの2つなんで、もうほんまにパンクもしない、ドライブもしやすい、パワースライドもしやすい、コントロールしやすい、スピード乗せやすい、もうメリットなんかあげればもういくらでもあるような、そんな感じのウィールなんで、もうおすすめですほんまに。デメリットで言えばね、ちょっと高いかなぐらいで、ネットで探せば5000円前後で買えるんで、定価は結構7000円とかするんですけど、僕も今回5000円以下4800円でこれ買ってあるんで、ネットで探せば全然安く買えると思います。ウィールの紹介はその辺にして、トラックですね。今回トラック、僕が大好きなインディペンデント、そう、僕実はインディペンデントめっちゃ好きで、もうちょっと穴開いちゃって着てないんですけど、ジャケットとかも持ってるし、なんなら部屋にバーナー飾ってあるぐらいインディペンデントが好き
で、で、まあ、今回3年ぶりにインディペンデント復活っていうことで、まあ、なんで3年間使ってなかったかっていうと、前回使ってたトラックがクラックスっていうところのトラックなんですけど、最高にコスパのいいトラックでめっちゃ安いんですよ。まあ、価格はなんと3900円で、まあ、その3年前ちょうど金欠やって、ちょっとコスパをね選んでクラックスを買って乗ってみたらめっちゃ調子良かったんで3年も使ってしまったっていう感じで、まあ、やっぱり3年も使ってたらガタが来てしまって、シャフトが曲がってきてしまったり、あとシャフトのネジの部分がもうダメになってきて、ナットがちゃんと締まらなくなってしまったり、まあ、そういった感じで消耗してきてしまったんで、まあ、今回買い替えっていうことで、まあ、3年ぶりにインディペンデント復活です。インディペンデントのいいところ3つ挙げるとしたら、1つがコントロールしやすい、曲がりやすい、2つ目にフリップ系のトリックめっちゃしやすい、で3つ目に安定感がある。まあ、これはなんでかっていうと、まあ、1つ目のコントロールしやすいっていうところは、まあ、シンプルにインディペンデントのトラックの構造というか特徴的なところで、まあ、すごい曲がっていきやすい、もうほんまにちゃんと傾けた分だけ曲がっていってくれるような、ほんまなんていうか自分と意思疎通してんちゃうからみたいな、そんな感じのトラック。2つ目にフリップ系のトリックやりやすいっていうところなんですけど、まあ、これはちょっと個人差あるかもしれないんですけど、まあ、僕のトリックの書き方とかもあるとは思うんですけど、まあ、物理的な考え的なところでいくと、インディペンデントのトラックってトラックメーカーの中で多分一番重たいメーカーなんですよ。まあ、そんな感じでトラックが重いとちょっとコントロールしづらいんちゃうかと、トリックしづらいんちゃうかというふうに思われるかもしれないんですけど、実際のところはそうでもなくて、キックフリップ、まああれじゃないですか、まあ、こんな感じで正面から見てもらったら分かりやすいと思うんですけど、まあ、フリップかけました。でこの先で重さっていうのが生きてくるんですけど、まあ、重さで自重で落下してくるんですよ。重いっていうことがあって、下で留まり続けようとしてくれるから回転が止まってくれるんですよね。まあ、そんな感じでフリップ系のトリックとか、まあ、ショービット横回転系のトリックでもそうなんですけど、回転すごい見やすいっていう風に個人的には思ってます。重いトラックの方が、まあ、軽いトラックだと結構暴れ気味な回転するというか、まあこれは自分の技のかけ方やとは思うんですけど、重いトラックの方が回転見れるかなっていう、ちゃんと乗りに行けるっていう、まあこれはねやっぱ個人差というか、まあ、ずっと重いトラックを好んで乗ってきたんで、まあそういったところあるとは思うんですけど、重いトラックの方が重さを利用したキックフリップの回転を作ったりできるっていう、まあそういったところで、まあ個人的には重いトラックの方が好きですね。まあトリックの高さとかに関してはやっぱ軽いトラックの方が上げやすいんかなとか思うんですけど、まああんまり変わらないと思います。っていうのもサンダーのチタニウムライト、まあ、めっちゃ軽いトラックなんですけど使ったことあるんですけど、まあ、全然高さ変わらなかったんですよね正直。まあそういったところもあってトリックの高さと重さっていうのはあんまり関係ないんかなっていうふうに僕は思ってます。安定感っていうところなんですけど、もう重いっていう時点で安定するんですよね。もう地面にどっしり乗っかるんで、まあ、軽い凹凸とか踏んでもデッキが跳ね上がってきづらいんで、もう安定して滑っていけるんで、結構のスピードで滑っても全然安定してあんまりブレずに滑れるんで、まあ、重さっていうのはそういったところで結構生きてくるんで、まあ、重いトラック好きな人と軽いトラック好きな人で結構分かれるとは思うんですけど、まあ、僕はそういった理由があって重いトラックが好きで、まあ、インディペンデントが好きっていう感じです。はい、という感じで今回のまあセットアップのおさらいっていうことでやっていくんですけど、デッキはボガの8インチで、デッキテープちょっと紹介し忘れてたんですけど、グリズリーですね。ちょっと今回貼り方やらかしてしまって、もうなんていうか絶妙にダサい。いや、貼る前はこの貼り方をすることによってかっこよくなると思ってたんですよ。でも実際に貼ってみたら、いや絶妙にダサい。ウィールがボーンズの STF の V2 の 53mm、 硬さが 103A になります。でトラックがインディペンデントのステージ11の139っていうサイズになります。まあこの139っていうサイズはデッキ8インチっていうことで、8インチ用のトラックのサイズが139っていうことで、今回インディペンデントのステージ11の139っていう形になってます。でちょっと紹介し忘れてたんですけど、ベアリングが忍者、ウィールボーンゼロでね、ちょっとベアリング忍者っていう形であれなんですけど、ベアリングが忍者のライジン使ってますっていう感じで、セットアップはこんな感じです。ということで滑っていきたいと思います。Monsters at your